作産の構造式、左と立体モデル、右構造式は、化学構造の化学的性質を特性元でシンボル化しているのに対し、分子立体モデルは分子構造の位置情報を厳密に表現する。化学構造とは、物質の化学的性質を分子などの内部構造と関連させた概念であり、その表記方法は、化学式として表される。分子を構成する。 構造的な位置情報である分子構造は分子立体モデルで表される。すなわち、特定の科学的性質は固有の分子構造に起因するという科学的パラダイムが科学構造である。それゆえ、科学構造の要素である特性元や関能元は科学的性質の概念と密接に関連している。今日の分子構造概念は、 量子力学に基づいて分布する電子と原子核の配置を定式化した分子軌動法の予測結果として理解され、個々の分子やそれを構成する原子の振る舞いを研究する分子動力学は電子と原子核との間に生じる静電相互作用を力学的に解析する物理学に立脚した物理科学的な分子像である。それに対して、 今日の応用科学や特に有機化学の領域においては厳密な分子構造ではなく、化学構造を使って化学変化や化学的性質を把握する場面が多い。これは単に構造を表しているだけではなく、その構造が有する化学的性質とその理論的背景を具象化することがその研究対象を表現する上で有用なためである。科学構造論の原点は、 有機化学の領域では、アウグスト・ケクレとアーチボルド・クーパーが確立した構造論であり、無機化学の領域では、アルフレート・ベルナーの配位説である。科学構造論以前の科学においては、科学的性質は物質を構成する元素の成分比により決定づけられると考えられていた。これらの科学構造の理論が、今日のように、分子構造を原子核物理学や量子力学の 処方則が確立する以前に成立したことは特筆に値する。すなわち、科学構造の理論は原子の物理的挙動から演繹的に導かれたものではなく、化合物や反応における科学的性質から機能的に導き出されたものである。そして今日では、科学構造の概念は物理科学的な処理論により再検証され補正、発展している。このように、 科学理論と物理理論の統合が進展した結果、科学構造と分子構造とは概念的に同一しできるまでになってきている。ありがとうございます。